どうも、キックでかいまずです。おし、ライオン。パーフェクト未完成だというわけでですね、今回まずらビデオ、都市伝説シリーズでございます。というわけでですね、令和のミスター都市伝説、ミスター関を呼んでおります。どうぞ、よろしくお願いします。ミスター関。中田敵って言ったら今回の都市伝説はデジタル上での不死を再現するための新たなシステムであるデジタルコピー、それは世界を巻き込む壮大な宇宙創造計画だったのね。というわけでですね、今回そのデジタルコピーについて触れていきたいと思います。誰も免れることができなく、いつかは迎える死の瞬間。病気や事故など、原因は人それぞれであるけども、本人だけではなく、周辺の人々にも突然の訃報となることが多いのね。訃報？誰も悲しまへん。そして、イーロン・マスクなどのように、社会に大きな影響を与える人物が突然亡くなった場合に、死後も彼らに重要な決定について助言を求めることができるとしたら、多大なる功績が見込まれる。イーロン・マスクさんが亡くなっても、AI イーロン・マスクっていうのは別で存在するっていうことですよね。そうだね。うわー、来たよ。来ちゃったんだよ、マズラビデオ、ついに。バランスだよ、ちょっと。そして AI を活用してデジタル上での不死を実現し、死後も主導権を握れるようにすることを計画して話題を集めているのね。そしてマサチューセッツ工科大学はオーグメンテッドエタニティと呼ばれるプロジェクトで、人々がソーシャルメディアに残している膨大なデータをもとにデジタル版の写し身を作る研究をしているのよ。 MIT のホセイン・ラフナーマ氏によれば、人々の残したデータによってまるで本人のようにもっともらしく振る舞える人工知能を訓練することが可能になるとしてるのね。この技術は当初、愛する人のデジタル版を作って、その人が亡くなった後もずっとそばにいられるようにと作られたものなのよ。そばにさせて気持ちがいいなしかし、対話するだけでなく重要な決定や指針を AI が下せるようになる未来はすぐそこまで来てるのかもしれないのよ。そしてこのデジタルコピーを研究しているのは海外だけにとどまらず、日本で進められているのね。いくつもの企業が着手してるけども、代表的な例として行っているのが NTTNTT が推進するアイオン構想では、まさにこれを現実にするための研究が進められているのよ。もうね、こういったものってね、そのね、いろんな人たちがね、我々に伝えてきてる。おそうね、ポケモンの最新作、ちょっとネタバレになっちゃうんだけどね、ラスボスがまさに以前ね、事故で亡くなってて AI として残してあったっていう話。おそうそう、やばいよね。いえいえ、嬉しいだけじゃねえかよお前そして NTT が2019年に打ち出したアイオン構想は、従来とは全く異なる発想で情報通信インフラを作り直そうとする取り組みなのよ。構成要素は3つで、ネットワークから端末まで光のまま伝送するオールフォトニクスネットワーク、ネットワークからクラウドまでレイヤーをまたがってソフトウェアを最適化するコグニティブファウンデーション、そしてこの2つをベースに現実世界の双子をデジタル上に構築し、新たなアプリケーションサービスを創造するデジタルツインコンピューティングとなってるのよ。このドコモの CM でも、遠くにいる人間の能力をコピーしてピアノが弾けるようになる 6G の技術などが実演されてんのね。鍵盤食べれる7G だよそしてその技術の先には人間のデジタル上の不死が実現するのよ。そしてアイオーンとは古代ギリシャ語で時間や時代、人の生涯など宇宙の根源的な意味合いを表しており、現代では悪魔主義者の理念でもあるグノーシスの象徴、そして両性具有的な意味合いを持ってる。おお、じゃあつまり二面性っていうことですよね。関さんも実はね、二人目の存在なの。そうなんですか。でも AI っていうわけじゃなくて、ジェネリック、劣化版じゃねえかそして世の中で今推進されているデジタル管理社会、メタバース、ムーンショット計画は、アイオンの H を使い、新たなデジタル宇宙をこの世界の表裏一体として作ろうとする計画なのよ。データとして生き続けることを不死と表現するのが正しいのかはわからないけども、確実にあなたはただのデータであるので、ね、これから全てが AI に管理されたアイオンによるビッグバンが起こるのよ。ファンタスクベイビー外国人だったのね